皆さんこんにちは。こんにちは、はい、ありがとうございます。本日は東京タワーにご来島いただきましてありがとうございます。ただいまから東京タワー TV サタデーが始まります。本日の MC を務めます武田あさみです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。東京タワー TV は毎週土曜日日曜日放送のユーストリーム番組です。毎回素敵なアーティストやゲストをお招きしてライブありトークショーありで東京タワーの魅力をお伝えしていきます。またこの番組はパソコンやスマートフォンでどこからでもご覧いただけます。放送時間は午後3時から4時までの1時間、5時から6時までの1時間、そして7時から8時までの1時間の合計3時間番組です。東京タワー大展望台1階のクラブ333から公開生放送でお送りしています。まずは東京タワーからのお知らせです。東京タワー真下の商業ビルフットタウンの屋上でマザー牧場名物のジンギスカンが食べ放題飲み放題で楽しめる東京タワーハイボールガーデンルーフトップジンギスカンがオープンしています。ライトアップされた東京タワーを真上に臨み4本の客棟の内側に位置するフットタウンの屋上スペースは東京タワーの鉄骨の迫力と美しさ、ライトアップの優美さを間近に体験できる知る人ぞ知る穴場スポットです。そんな穴場スポットで営業しているルーフトップジンギスカンのおすすめはもちろん、マザー牧場創業以来の伝統の味、人気ナンバーワンのジンギスカン食べ放題飲み放題プランです。ラム肉だけではなく牛肉豚肉のほか各種野菜も120分間食べ放題です。飲み放題ドリンクも新登場のビームハイボールはもちろん、生ビール、赤ワイン、ソフトドリンクなどを取り揃え最強メニューで皆様をお待ちしています。ライトアップされた東京タワーの真下という最高のシチュエーション、東京タワーに誕生した超穴場スポットで美味しいジンギスカンをぜひご堪能ください。またルーフトップジンギスカンに続き東京タワー正面玄関前にハイボールガーデンもオープンしています。会社帰りに軽く一杯という方は正面玄関前のハイボールガーデンで、しっかり食べたい飲みたい方は屋上のルーフトップジンギスカンで、東京タワーにオープンした2つのハイボールガーデンをぜひご利用ください。その他にも東京タワーでは様々なイベントをやっていますので、詳しくはホームページをチェックしてみてください。それでは早速この後登場するロザリオクロスをご紹介します。ロザリオクロスは静岡を拠点に活動する6人組アイドルパフォーマンスユニットです。メンバー全員幼少の頃から静岡のエンターテインメントスクールリトルステップファクトリーに通い、芸を磨きながら数々のステージを経験。全国のナンバーワンアイドルを決定するコンテストアイドル祭り2015に出場し、東海地区で2位となりました。昨年11月にシングルラッキーガールで CD デビューし、今年の4月にはセカンドシングルショートヘアをリリースされました。また本日のライブは撮影はご遠慮ください。それではご登場していただきましょう。ロザリオクロスです。大きな拍手でお迎えください。We'll be right back.
のに Oh my god 結局からいい子がタイプそんなの分かっていたけれど期待しちゃうじゃないあなたが言葉にしちゃうから幸せはロンズヘアバッチリ二重なお目々美人の定義って何よ Oh my god 二重目順調なレイで自己主張しないけど芯のある感じって何よおしゃれ意味はわかりますが恋愛は理屈じゃないのよとろけちゃうじゃないあなたがキラリ微笑むから来てくれてサン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 キュー連れてってメリーメリーゴーラン人生そんな感じでいこう私ともそんな感じでいこう今夜も明日もあなた私のね、そう幸せはロン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 ヘア悲しみはクロスのスイートボイスな笑顔担当ももかですお願いしますはいロザリオクロスのふわふわおっとり担当のミムですよろしくお願いしますはいロザリオクロスの皆さんに笑顔を届けるビタミンガー姫香ですよろしくお願いしますはいロザリオクロスの真面目ときどき天然ドジで間抜けなリーダーのイマリですお願いしますはいロザリオクロスの愛嬌担当のリコですよろしくお願いしますはいロザリオクロスイーツのミニアムガール最年少のユアですよろしくお願いします私たちは静岡を拠点に活動している6人組です今日は東京タワーすごいねすごい眺めがとても綺麗ですね私たちは普段は静岡でよくイベントをやっていてたまに月1ぐらいで東京に遠征に来るんですけど東京タワーね、こんなに高い場所でやるの初めてだよね初めて史上最高
常に高いところで踊ってる、ね、興奮しますで、私たちは昨年の11月にデビューして、先月の4月11日にセカンドシングルをリリースしたんですけど、今披露した1曲目がそのセカンドシングルのショートヘアという曲なんです。はい、皆さんぜひ YouTube とかでも見れるので、ロザリオクロスって YouTube とか、あとは Twitter とかでぜひ検索してみてください。お願いします。お願いします、はい、それでは次の曲聴いてください。私たちのデビュー曲、せーの、ラッキーガール。
が昇り空で発射入れる何もできずにまた今日が終わるねでもこっちに来て違う角度ね見上げてごらんよ何かが変わる動くそんな気がするからまだ彼のこと気にしてるんだね思い出になどできないと泣いてるのでも昨日よりあの頃より今日の君の方が綺麗に見える確かに僕の瞳には聞こえていますか僕の忘れていたこと目の前に置いて模様替えてもしようほらあっちを見て君の方をみんなが見ているよ少し派手めな無断着で行こお味噌をつけたり脇に目すまま3時の
頃から体に染み付く。クロスプーンが決めてさ、は春でも夏でも秋でも冬でも雨でも嵐でもいつもそこにある駄菓子屋居酒屋近所のスーパーで作り惣菜や深い出汁香る牛すじ卵、ちくわこんにゃく、すじなると外せないのがこのはんぺん、やっぱりやめらんない、はい、串に刺したり、ラスボをかけたり、お味噌をつけたり、お気に召すまま3時のやつに、今夜のおかずに、お酒のともに、静岡おでんおでん、おでん串に刺したり、ラスコをかけたり、お味噌をつけたり、お気に召すまま3時のおやつに、今夜のおかずに、お酒のお供に、静岡おでん。おでん、おでん。はい、ここまで3曲続けてお送りしました。はい、そして今ここでちょっと告知なんですけど、私たち、ロザリオクロス今年、朝日テレビが主催のアイドル祭りという日本一のアイドルを決めるコンテストに出場しています。テレビ朝日か、テレビ朝 日、私なんて言った、朝日テレビ、朝日テレビ、朝日テレビ朝日、あれそう、テレビ朝日、はい、テレビ朝日テレビは静岡、はい、すみません、はい、テレビ朝日が主催のアイドル祭りという日本一のアイドルを決めるコンテストに出場しています。で、この後、この後いや、このコンテストはですね、うん、本当に皆さんの助けが必要なコンテストになってきています、うんうん、最初ウェブ審査もあるしね、うんうん、そうだね、投票数が関わってくる、はい、最終的には決勝は東京ドームシティホールであるんですよ。これがものすごい規模で開かれて、で昨年が初回だったんですけど、私たち東海地区で第2位をいただいて、まあ、決勝には進むことはできなかったんですけど、ありがとうございます。はい、そちらの大会見に行ってね、すごかったんだよね。はい、で今年は私たち絶対にそのステージに上がりたいっていう強い気持ちがありまして、なのでそのためにはファンの人の力が本当に必要で、投票数が決勝に進むための鍵になってくるので、はい、ぜひ皆さん応援をよろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、詳しくは私たちのツイッターを見ていただければ ね、 そうですね、アイドル祭りのことも、はい、情報を発信していくと思うので、はい、ぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。ロザリオクロスってね、検索してくれればカタカナでもひらがなはちょっとわかんないけどね英語でも、うん、出てくるので、はい、皆さん検索してみてください。お願いします。お願いします。お願いします。はい、それでは続いてなんですが、私たちのレーベルが同じ先輩にあたる名古屋のアイドルデラさんの曲をカバーさせていただきたいと思います。皆さん手拍子お願いします。お願いします。それでは聴いてください、大手ファンタジア。恋にしたら友情が恋になった。目を閉じ未来飛行、最新のタブレットも便箋や絵はがきでも思いは同じだよ。泣きたい時は泣こうよ、黒なら黒と言おうよ。そんなあなただから夢は夢を超えたよ。抱いてファンタジア。
嘘をつけないその心、そんなあなただから、夢は夢を超えたよ。泣いてるファンタジア夜を飛び越えてね、過ちも強い視線も笑えるくらい、お願いシャングリラ、あなたじゃなきゃダメね。この夢がいつか覚めても見ていてほしいファンタジア。時は泣こうよ、黒なら黒と言おうよ、そんなあなただから、夢は夢を超え、夢は夢を超えたよ。抱いてるファンタジア、どこか連れてってね、スライドも甘い記憶も無意味と言って、お願いシンデレラ、そこにいるんでしょうね、幸せも遠い未来も教えてほしいファンタジア。
レグッドレグッド抱きしめてよだから Say yeah I say hi ずっとそばにいて腕の中ずっと夢見させてだから Say yeah I say hi 涙が出ちゃうの気づいてリンドン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 大好きですこのままディンドンディンドンディンドン私でいいですか聞いてください。2人はラブコメディー。最後に皆さんでこの曲で盛り上がりましょう。せーの
ショートヘア。今なんて言ったの、私には聞こえたわ。長かった方がよかったなんて。 Oh my god、 あなたがタイプにあげた短すぎないショートヘア。悩んで決意したのに。 Oh my god、 結構可愛い子がタイプ、そんなの分かっていたけれど期待しちゃうじゃない。あなたが言葉にしちゃうから。ロンズヘア、バッチリ二重なお目々。美人の定義って何よ。 Oh my god、 控えめ順調なレイで自己主張しないけど芯のある感じって何よ。遊びにはわかりますか、恋愛は理屈じゃないのよ。届けちゃうじゃない、あなたがきらり微笑むから。来てくれてサン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 キュー、連れてってメリーメリーゴーラー。人生そんな感じでいこう、私ともそんな感じでいこう。今夜も明日もございました。歌って踊ってノンストップのライブでしたけれども、はい、はい、本日の東京タワーでのライブはいかがでしたか。すごかったです。もう景色
色もいいし、いつもと違うので。そうですよね、はい、ここ150メートルなんですけれども地上から多分皆様今一番高いところで日本で一番高いところでライブしてるんじゃないかなって いい思い出になります ねはい、ありがとうございます。あの本日あの全世界にユーストリームで配信をしているんですけれども、はい、きっとも静岡のね、地元の静岡の皆さんのところにも届いているかと思うんですが、改めて今後のライブの告知をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、私たちは毎月ブルームという単独定期ライブを静岡で行っています。こちらは1人1500円プラスドリンク代、前売りが1500円プラスドリンク代500円で毎月見に来れるので、ぜひ皆さん静岡までちょっと遠いかなと思います、思う方も多いと思いますが、ぜひ来てください。待っています。お願いします。お願いします。ありがとうございます。あのアイドル祭り、あの全国の、はい、日本のアイドルの方が集まる、ね、コンテストにも参加されているということで、はい、こちらも詳しくはツイッターなどで告知してるんですかね。そうですね、あとはオフィシャルサイトもあるので、はい、ぜひそちらを、そうですよね、はい、投票制ということなの で本当に皆様の、ね、力が大切なので、はい、お願いします。こちらもフォーム合わせてお願いします。はい、この後皆様から見て右手の方で CD の販売があるかと思うんです、はい、今日何か特典などあったりするんですかね。CD を1枚買うごとに、はい、お好きなメンバー1人とツーショットプラスサインプラス握手が、はい、おもうファンの方も大喜び、はい、購入していただくとできます。あとはチェキなどもあるので、はい、ぜひ皆さん寄っていてください。お願いします。お願いします。すごい、たくさんの特典がございますので皆様ぜひお立ち寄りいただければと思います。はい、ロザリオクロスの皆さんでした。大きな口のお見送りください。ありがとうございました。からフレフレチャイムフェスのライブをお届けします。それまでごゆっくり東京タワーの素敵な夜景をお楽しみください。